ギザの大スフィンクスカフラー王のピラミッドと、大スフィンクス地図ギザの大スフィンクスは、巨大なスフィンクスの石像である。古代エジプトの皇王国時代に作られ、カイロ郊外、ギザのギザ大地の三大ピラミッドのそばにある。一般には、単に、スフィンクスと呼ばれることも多い。現代アラビア語では、で、イフの父の意味。発音は、標準アラビア語で、アブルハウル。 エジプト方言では、アブルホールとなる。全長73.5メートル、全高20メートル、全幅19メートル。一枚岩からの掘り出しとしては、世界最大の像である。石灰岩の丘を掘り下げたもので、四角いくぼちの中に位置している。くぼちを作る際に切り出された、石灰岩は、ダイスフィンクスの傍らの神殿を建造する石材に使われている。建造当時は、 エジプトの青銅器時代より前であり、純道ののみと石のハンマーを用いて、長い時間をかけて掘り出されたと考えられている。太古には、ギザ大地は海の底であり、石灰質の生物の死骸が長い時間をかけて堆積し、その後隆起し、石灰岩の大地が形成された。そのため、ギザ大地の石灰岩は、硬い層と柔らかい層が交互に積み重なっている。 胴体のデコボコは、硬い層より柔らかい層が風化により、差別。それに加え、キザ大地は、その由来から塩分を多く含み、毛細管現象により、表面に積出した塩分が膨張することで表面が、脆くなって剥離し、ダイスフィンクスは建造以来常に、そして現在も、崩壊し続けている。そのためその歴史において、たびたび集、定説では、紀元前二千五百年頃、 第四王朝、カフラーの命により、第二ピラミッドと共に作られた。その根拠としては、が挙げられる。ただし、その証拠の一部に対してはという反論がある。また、体に比べて、顔の大きさのバランスが悪いとして、顔だけは後になって掘り直されたものだという主張もある。工夫王によって建造されたという説もある。また、年代測定結果により、 カフラー王の時代よりもさらに数百年過去に遡る可能性が指摘されている。また一部には、考古学者以外から次のような説も出ている。埋没していた時代のスフィンクス大スフィンクスは、西方の守護者として、歴代の王に信仰された。アビュドスにある、エジプト初期王朝時代第一王朝のアハオの、地下墳母の傍らに、多数の巡視死体と共に、 権力の象徴であるライオンも埋葬されていたことが発掘からわかっている。この風習がピラミッドの傍らに人間の頭とライオンの胴体とを合わせ持つ大スフィンクスを建造したことと関係があると考えられている。一説にはスフィンクスはホルスの数ある姿の一つとされる。ホルスはホルエム、アケトの名ではスフィンクスの姿で主に表現された。 日の出の太陽とみなされ、復活を象徴するものとなり、ケプリとも関連づけられた。彼はまた多くの知恵を備えたものとされた。ダイスフィンクスは、古来、幾度か、砂に埋没することを繰り返している。建造から千年以上後のエジプト新王国時代第十八、王朝のトトメス四世により、砂に渦漏れていたダイスフィンクスは掘り起こされ、大規模な修復が行われた。その時に、 ダイスフィンクスの両前足の間に、トトメス四世の業績を称える石碑が混流された。紀元前1401年のことである。修復されたダイスフィンクスは鮮やかに塗装され、周囲に風化を防ぐための壁が建てられた。第26王朝においても修復が行われた。ローマの支配下でもローマ人によって修復された。両前足のブロック積みはその時代のものである。 1798年にナポレオン・ボナパルトがギザを訪れた時にもダイスフィンクスの首から下は砂に埋もれていた。エジプト考古学博物館のフランス人、館長ガストン・マスペロの呼びかけにより発掘のための寄付が集められ、ダイスフィンクスの全身が現れたのは1926年である。1926年から1988年にかけて、 前足から後部にかけて修復が行われた。古代エジプト美術様式の三つ編みにした長い顎髭があったが古くに脱落した。発掘された破片がカイロ博物館に三つ、大英博物館に一つ保存されている。他に花が破損しているが、中世末期にマムルークがスフィンクスに悪魔を見たとしてその顔面を砲撃して破壊した、もしくはナポレオンがギザを訪れた時、 仏軍がスフィンクスを標的に大砲を打ち込んで一部を破壊してしまったという説がある。しかし、エジプト遠征の300年前にすでに花は破損しており、これらの説は俗説である。最近の調べでスフィンクスの中に空洞が発見されたが、スフィンクスの作られている岩盤の下には地下水脈があることが知られており、部屋ではなく地下水が岩盤を削った後の可能性が高い。 また、現在は、ピラミッド付近まで住宅地が迫り、生活排水が流されるようになったため地下水が上昇し、付近にたびたび池が出現するようになっている。スフィンクスと侍幕末期、交渉のためヨーロッパを訪問した、外国奉行の池田筑後市長発来一行が、途中エジプトを経由し、その際ギザのピラミッドを訪れている。この時、スフィンクスを背景に、アントニオベアトによって、 写真には24人ほどの和服姿の日本人が写っている。また顎の下あたりにはスフィンクスに登ろうとしてずり落ちそうになっている姿がぼんやりと写っている。スエズ運河を建設中の1865年のことである。この写真は1998年に川だけで発見された。デビッド・ロバーツ、熱風の接近。 熱風の接近デビット・ロバーツによる油彩画。ロバーツは1838年からエジプトに滞在して風景画を描いており、その一部はナポレオン遠征時の学術調査報告、エジプト誌にも掲載されている。ギゼオイシツカ並びにスフィンクスの図明治維新前後の作とされる松田緑山の同伴画。熱風の接近と構図や画題が全く同じで、 枠外に、言動松田緑山も社債国とあることから、参考にしたと考えられている。スフィンクスファクツスキーマティックスハット、世界の歴史20近代イスラームの挑戦、中央公論者、P195、山田国和、歴史への窓日本人が描いたピラミッド花園、大学史学会、花園史学、第27号2006年、P50 から56、 ありがとうございます。